どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。主人公を今アタッカーにして使ってるんですけども、攻撃方法がこれ幻月閃光、これで攻撃してるんですよね。でもこれって、一回回避をしないと発動することができない、ちょっとめんどくさいスキルなんですよ。で、コメントで幻月ではなくこっちの方はどうでしょうかということで、いただきました。これですね、月風錬人ですね。幻月と比べてかなり使いやすいスキルだと思います。まあ、ただし火力はどうかはちょっとわかりませんけどね。まず衝撃属性なので、浜よりも使いやすいですね。ボスはどうしても浜耐性が多いんですよ。なので衝撃属性の月風の方が通りやすくていいですね。そしていつでも攻撃ができるっていうところもいい。まあ、月風錬人はそれで火力が上がってるっていうところもあるんでしょうけども、回避しなきゃいけないんですよね。なので、スキル構成がちょっと重くなるんですよ。で、月風だったらば、そんなに重くならないので、させぎとかを入れることができるようになりました。まあ、どうなんでしょうね。とりあえず、これでいけるかどうか試してみましょう。それでは、アブリエルからジョカでやっていきたいと思います。幻月の時は攻撃を開始して一ターンで倒すことができたんですよね。で、月風だったらばどうだろうか。まあ、幻月ぐらい火力出してくれれば問題ないんですけどね。まあ、とりあえずバフを入れていきましょう。おお。で、持ってキャンディ2発入れて、で、次のターンで、ランダマイズしましょうか。で、ゼウスとチェンジ。頼むぞ。で、主人公で、サセギだよね。やっぱりスキル編成が軽いので、サセギまで入れれるっていうところが、まあいいところですよね。我が勝利を祝いまま。これがないから、ゲージが若干溜まらなかったっていうこともあるので。返事なし。よし、オッケー。なぜ食らった？耐性あるぞ。なんか貫通したんだろうね。まあ、オッケー。回復すりゃ問題ない。で、ランダマイザー。ランダマイザーで、さすがに一応入れとこうか。まあまあ入れずに大丈夫だけども。うわっ、よかった。腹痛入れてたからよかった。で、準備完了ね。デバフバフ完璧。まあ今回でバフは切れるけども、まあ、倒しきれれば問題ない。なんで、いくぞ。スキル入れてゲップ錬人だね。まあ、ゲップ錬人が、攻撃回数次第ですね。これ自分と敵との速度の差によって攻撃回数が変化するんですよね。攻撃回数が、7、8回する時もあるけど、これあんまりしなさそうだな。レベル999だから速度の差そんなになさそうだもんね。でも一応999だ。3回、いやこれ弱いわ。3回攻撃だし、いや一発900ぐらい。あ、これダメだ。倒し、まあクリティカル次第か。幻月が一発普通に当てて1300ぐらいなんだよ。1300ぐらいで、クリティカルで2000ぐらいなんだよ。で、4回当てれるんですよね。3回ヒットで一発900は厳しい。
で、しかも3発だからクリティカルがね出にくいんだよな。最初の1発目にクリティカルが出ないとアイコンをね消費しちゃうんですよ。だから1発目がかなり重要で、クリティカル出て、いやーこれ厳しい。いやダメだダメだ。半分も減らせないぐらいですね。半分減らせない。いやーやっぱり幻月じゃないとちょっと、いやちょっとどころじゃないね、火力不足でダメですね。月風錬人はちょっと使えないかな。それでは戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。月風と、幻月を交換して使ってみたんですけども、月風だとちょっとね火力が足りない感じがしましたね。まあ、ただしレベル999ではというところです。うん、相手がレベル150とかだったらば全然月風で倒せそうですし、うん、幻月よりも、使い勝手はこっちの方が断然いいので、まあこっちの方でもいいのかなと思いました。もうちょっと火力は欲しかったんですけどね、やっぱり相手の速度がかなり上がってきてるのでレベル999では、うん、ちょっとヒット数が出ませんね。まあ相手にもよると思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。